はい、皆様お疲れ様です。アスナルファクトリーです。今日はですね、先日ワークマンで購入しました、靴の紹介をしていきたいと思います。こちら2足あるんですけれども、商品名が、トレッドモックエコでございます。で、皆様ですね、もうご存知の方は多いのかなと思うんですけれども、こちらの商品結構もう人気商品ということで、即完売という商品らしいですね。私全然知らなかったんですけれども、昨年もすごい売れたということで、ただ金額がですね、2024年値上がりしております。昨年のモデルで1500円だったと思うんですけれども、2024年のこちらの商品に関しましては税込みで1780円、ということになっております。でカラーなんですけれども、こちらブロンズ、まあブロンズといっても、まあコヨーテカラーって言ったらいいんですかね。こちら、そしてもう一つが、グリーンカモですね。カモフラ柄になっております。でですね、これを、購入しようと思ったきっかけなんですけれども、やはりキャンプでですね、まあ、テントの中と外と出たり入ったりするときにですね、どうしてもサンダルのようなものが必要になってくるんですけれども、まあ、こちらの商品ですね、2ウェイということで、こうですね、こちらのかかとの部分、こちらのかかとの部分がかなり柔らかくなってまして、踏んでもサンダルのように履くことができるというものになっておりますですね。はい。で、まあ、中敷き、ちょっとカメラ寄せます。インソールの部分なんですけれども、こんな感じですね。まあ、かなり厚いですね。で、柔らかいです。はい。まあ、このインソールを外しても履くこともできるということですね。で、こちらの表面なんですけれども、撥水加工になっていると、いうことでございまして、エコフレンドリーなシューズと、テフロンエコエリート撥水加工というふうに書いてありますね。はい。そして、先ほどの着脱式、あったかインソール、かかとを踏んでも履ける2ウェイ仕様ということになっております。まあね、カラーはいろいろあったんですけれども、キャンプとかアウトドアでですね、一番使い勝手のいいこちらのカラーと、ブラックがですね、もう品切れになってましたね。すいません、ちなみにサイズなんですけれども、両方とも、LL になります。私が通常 26.5cm とか 27cm の靴を履いておりまして、L を履いたらちょっとこの甲の部分が締め付けがかなりあったんで、まあ、LL を履いてみたところ、まあ、ちょうど良かったかなというところでございました。なかなかね、サイズ感っていうのがこういった靴って L とか M とかって難しいと思うんですけれども、26.5cm から 27cm 前後の方であれば LL サイズを選ばれた方がよろしいかと思います。はい。で、靴底の部分はこんな形になってます。まあ、トレッドパターンはですね、一緒なんですけれども、モデルカラーによってですね、靴底の色もこのような形で変わってます。まあ、本当にね、グリップ力も強いのかなというふうに思います。はい。
で去年のモデルはですね、収納袋が付いてたってことなんですけれども、2024年のこちらのモデルに関しては収納袋は一切付いておりません。でまあデザインも若干変化があるのかなと思うんですけれども、こちらのところにはまあこう履くときに指を引っ掛けるようなこうループが付いてますので、まあ、こちら収納袋ないんですけれども、ここでカラビナでですね引っ掛けて、まあ、吊るしたりってこともできるかなと思います。はい。まあ、これからですね、まあ、秋冬にかけて、キャンプとかでね実際使ってみて、まあ、防寒になるのかとかですね、まあいろいろ試していきたいと思いますけれども、はい。まあ、キャンプ行かない方もね、本当にコンビニ行ったりとかね、ちょっとした本当に気軽に、ね、履くのにいい靴かなというふうに思います。はい、はい。そんなこんなでですね、今年ももう本当に、すぐ売り切れちゃうんじゃないかなというふうにも思います。こちらのワークマンのトレッドモックエコ、ぜひ皆様ですねチェックしてみてください。はい、本日も最後までのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。